部員の皆さん、ようこそ体の喜ぶへ。部長の丸尾です。今回は業務スーパーで今すぐ買うべき無添加商品5選を紹介したいと思います。今コロナ禍の巣ごもり需要も相まって大人気の業務スーパー、名前は業務スーパーとなっていますが、一般のお客さんにも大人気です。人気の秘密は何といってもその価格。とにかく安い。海外の輸入食品なんかも多く並んでいます。ただ今回この業務スーパーに無添加のものを探しに行ったんですけど、これまでこのシリーズで訪れたどのお店よりも選ぶのが難しかったです。なかなか無添加のものがないんですよね。結構店内をぐるぐるしてました。しかしそこは体喜ぶの部長の私、砂浜に落としたゴマ粒を探し出すくらいの難易度でしたが、無添加のものを見つけてきましたよ。ぜひ最後までご覧ください。業務スーパーで今すぐ買うべき無添加商品5選。1つ目はニュートリビオスパゲッティです。これは全粒粉のパスタで、普通の黄色っぽいパスタって精製した小麦を使ってるんですけど、こちらは精製していない小麦、お米でいうと玄米の状態から作られた麺です。同じパスタでも全粒粉だと栄養価って全然違うんですよ。カルシウム、マグネシウム、鉄分、亜鉛などのミネラル、そして食物繊維、さらにはビタミン B1 も多く含まれています。特にビタミン B1 ってすごく不足しやすい栄養素で、不足すると疲れやすくなってしまいますので、この栄養が一緒に取れるってのは嬉しいですね。しかもこのパスタ、それだけじゃないんです。なんと、イタリア製のオーガニックのパスタなんですね。それなのに 500g 入ってお値段なんと158円。普通のスーパーで売られているオーガニックじゃないパスタよりも安いです。グラッツェ、ファンタスティコ、ペペロンチーノ。全粒粉のパスタなので、普通のパスタよりかはやや食感とか味が異なるんですけど、美味しく食べられましたので、ぜひ試してみてください。業務スーパーで今すぐ買うべき無添加商品5選。2つ目はたっぷり野菜のトマトソースです。こちらは瓶詰めになっているいろんな料理に使えるスペイン産のトマトソースです。名前の通りトマト、人参、玉ねぎの野菜がたくさん入っていて、しかも無添加。いろいろアレンジはできそうなんですけど、今回はただ温めて先ほど紹介したパスタと一緒に食べてみました。旨味調味料も入ってないし、これだけだとパンチが弱いのかなと思ったんですけど、そんなことは有馬温泉。しっかり美味しい。砂糖が入っていないのにトマトの酸味もまろやかで、ほんのり甘くて美味しかったです。さすが地中海沿岸にさんさんと降り注ぐ太陽の光を浴びて育ったトマトだけあります。トマトソースは万能なので、パスタ以外にも煮込み料理やサラダ、グラタンなどアイデア次第で非常に使い勝手がいい商品だと思います。これで148円ですからね。みんなで集まってひたすらトマトを投げ合うというクレイジーなトマト祭りがある国スペイン、トマトなんて投げるほどあるよということなんでしょうか。業務スーパーで今すぐ買うべき無添加商品5選。3つ目はリアルタイグリーンカレーです。ヨーロッパの次は東南アジアの微笑みの国、タイからグリーンカレーが参戦だ。この商品は缶詰になっていて、だいたい2人分ぐらいの分量です。つまり1人当たり100円足らずで本場タイの味が楽しめちゃうんです。こちらもしっかり無添加、なんせこれだけスパイスをふんだんに使っていますからね。旨味調味料なんてお呼びじゃありません。具材としては結構タケノコがたくさん入っています。ただこのままだと具が少ないので、お好みでシーフードミックスや鶏肉を入れて食べるとさらに食べ応えが増すと思います。でグリーンカレーって結構辛いじゃないですか。私も辛いものが苦手で、ちょっとビクビクしながら食べたんですけど、思ったほどは辛くなかったです。ただお子さんにはちょっと刺激が強すぎるかもしれませんのでご注意ください。私はタイに行ったことがないんですけど、食べていてふとすごく海外に行きたくなっちゃいました。海外行きたいなー。業務スーパーで今すぐ買うべき無添加商品5選。4つ目は韓国海苔です。海苔もね、添加物多いんですよ。私も子供の頃よく食べてましたけど、スーパーに売ってる味付け海苔ってほとんどが化学調味料味の海苔なんですよね。そんな中、こちらの韓国海苔は無添加。食べるとごま油の香りがして美味しいです。海苔って過小評価されてる食品の一つだと思うんですよ。意外とビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養が豊富。しかも置いとけばすぐに手軽に食べられるので便利。体喜ぶ部員の皆さんはぜひ海苔は常備するようにしましょう。業務スーパーで今すぐ買うべき無添加商品5選。5つ目はオートミールです。オートミール大人気ですよね。過去にこのチャンネルでもその凄さについて解説しています。とにかく栄養価が高くて朝ごはんなんかにもおすすめなんですよね。で、このオートミール 500g で148円っていう、もう笑っちゃうぐらい安いんですよ。最初売り場で見た時、店員さんがポップを貼り間違えてんのかなと思いました。で、気になるのがこの原産国のリトアニアっていう国なんですけど、あんまり聞いたことない国ですよね。リトアニアはヨーロッパにある面積的には日本よりも全然小さい国なんですけど EU にも加盟している国で森と湖に囲まれた素晴らしい自然を持った国です。しかも穀物の食料自給率はなんと 300% あるらしいんですよね。人口も少ないから作物が余りまくってるんですよ。だからこそのこの価格なのかなと思います。実際食べてみたんですけど私がこれまで食べてきたオートミールと全然変わらずに美味しかったです。食べ方はいろいろありますがシンプルにお湯で湯がいて塩を加えて食べるとおかゆみたいな感じで食べられますね。こんなに安くて栄養価が高い朝ごはんは他にないんじゃないかなと思います。ということで今回は業務スーパーのおすすめ商品をご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。他にもこのお店の商品を紹介してほしいというリクエストがございましたらぜひコメント欄で教えてください。高評価もよろしくお願いいたします。また、まだチャンネル登録していない方は登録ボタンを押して体を喜ぶに入部してください。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、ごきげんよう。